28分です。 BFM トラフィックアップデート、日本道路交通情報センターの古谷さん、お願いします。はい、東名高速道路の上りが事故の影響で渋滞しています。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクション付近での事故の影響で10キロの渋滞です。大井松田インターから伊勢原ジャンクションまでの所要時間は1時間10分です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に19キロ、関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に17キロの渋滞です。東北道の上りは埼玉県の羽生パーキングエリアを先頭に3キロ渋滞しています。下りは栃木県の都賀西方パーキングエリア付近で事故のため3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。3号線の上りは渋谷で事故のため6キロの渋滞です。4号線の上りは高井戸で事故のため中央道の三鷹付近まで6キロの渋滞です。一般道路の状況です。千葉県の国道16号線は柏市風早本名団地入り口で両方向とも3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。古谷さん、ありがとうございました。で、そして電車の運行状況についてもお伝えします。 JR 内房線は線路点検のため千倉立山駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、先ほど運転を再開しました。ただその影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。以上、電車の運行状況についてもお伝えしました。 BFM トラフィックアップデート、次は3時18分をお伝えします。